おはようございます。バイトの対話へようこそ。今日は2018年9月5日水曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日は皆様に、私のですね、新しいプログラムのご紹介をさせていただきたいと思って、この動画を撮影をしております。はい。で、私がですね、快適体塾っていうのをですね、3年ほど前から、ちょっとやっておりました。で、快適な体を作るための、レッスンっていうことで、グループでレッスンをしたりとかですね、プライベートレッスンをしたりとかですね、自宅でやったり別の場所でやったりっていうことで、続けてきたんですけれども、私もですね、実はそのこの心と体に関する、ちょっと学びっていうのを、実は始めて、学びとか研究というかですね、実践、もう25年ぐらいが経ちましたので、私なりにですね、一般の方というかですね、知識がない方にも、心と体の仕組みを分かりやすく、割と短い期間でもですね、私みたいに25年もかけずにですね、理解していただくっていうような、プログラムをぜひお届けしたいなと思って、今回ですね、そういったものを、ちょっと始めることにさせてもらいました。で、今日ですね、ちょっとブログの方に詳しい告知記事をですね、書いておりますけれども、私のがどういう環境で生まれ育ったかだったりとか、私がどういった考え方で、思ってですね、もともとどういった性質で、育っていったかとか、過ごしていたかとかですね、そういったこととですね、今やろうとしていることっていうのがものすごく関わってくるわけなんですけれども、私がですね、もともと体のことが、ものすごく体を動かすことが苦手で、体が本当に硬いし、みんなができることが私だけできなかったりとか、走るのがクラスで一番遅かったりとか、そういう、とにかく体を動かすことが苦手だったことや、あとは私は子供の時から、割とですね、いろんな大人が周りにいて育ったんですけど、その中で人の、苦しみとか生きる虚しさとか、そういったものをすごく感じやすい子供で、そのことについてすごくずっと悲しい思いで過ごしてきたわけなんですけども、そういったことをですね、そういった環境で育ったっていう経緯から、私はその心と体のつながりを知りたいとか、あとは人間ってどうやったら幸せに生きられるんだろうとかですね、そういったことを、多分結構ずっと考えてきたわけなんですね。で、その答えをずっと探し続けてきた、この20、5年間ぐらいだったかなと思います。で、そんな中で、私がですね、ちょっと昔からすごくおせっかいな性格でですね、何でも誰かにしてあげたいとかですね、そういったところがすごくあるような、性質でですね。で、それがもう、例えばいろんな勉強をするとですね、人のことより自分のことだろうとかですね、すごく自分を、責めたりとかも、していたわけですけども、そういったでき、なんかまあそういった性質とかですね、あとはその心と体について考え続けてきたとかいうこととかをですね、やっぱ何か本当に人にお伝えしたいっていう思いが、本当にずっとあって、それをそのまま生かした形でお仕事をさせていただければなと今思うっていうことで、こういったですね、新しいプログラムを始めさせてもらおうっていうふうに決めましたので、ですね、
お役に立てそうな方に届けばいいなという思いでご紹介をさせてください。で、詳しくはですね、一番はブログ記事の方を見ていただければなと思うんですけれども、まずこれがですね、プログラムの名称ですね、ラバブル、セルフケアスタジオというふうな名称になります。快適体塾っていう名前からですね、ラバブル、セルフケアスタジオっていうふうにちょっと名称を変更します。でこのラバブルっていう言葉の意味なんですけども、多分英語だと、ラバボーとかっていうふうに読むんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと日本語風にですね、ラバブルっていうふうにさせてもらったんですけど、愛すべきとか大好きなとかですね、お気に入りのとか可愛らしいとか、そういうような意味の言葉になります。でこれは私が大好きな牧原紀之さんのですね、ラバボーピーポーっていうアルバムがあるんですけど、このラバボーっていうのが最初どういう意味だろうと思って調べて、なんかすごく好きな言葉だなと思って、あとはその私が伝えていきたいそのセルフケアっていうのが、自分を愛す、大切な人を愛すっていうことが一番のテーマになっていて、このラバボーっていうですね、言葉をぜひ使いたいなと思いまして、ラバブル、セルフケアスタジオっていう風な名前で、活動を、していこうというふうに思っています。でここはですね、どういったことを、するかっていうことで、とにかくですね、一番は情報発信をしていきます。でもちろんですね、実際に来ていただいた方にお伝えするっていうこともしていくんですけれども、私はとにかくこうやったら楽になりますよとかっていう発信、情報発信っていうのを一番大事なことだと考えていて、でこれがですね、私のおせっかいな性格を生かしてできることかなと思っていて、で私が本当にインターネットっていうものが本当に素晴らしいものだと思っていて、出会った時の感動を忘れられない、世界中の人の心と心がつながるツールができたっていうような思いがあってですね、でそれをぜひすごい生かしてこれから生きていきたいなって思っていて、これまでも思っていたし強く思っていて、でこれでですね、もちろんそのここに来ていただける、これをね見たりとか、そのネットの情報とか私が発信したものを見るだけの方もいらっしゃるでしょうし、私に会いに来てくださる方もいらっしゃるだと思うんですけれども、とにかく、私が本当に、自分は苦しいこととか辛いこと、皆さんあったと思いますけど、あった時に、役に立ったこととかですね、こういう風にすると楽になるかもしれませんよとかっていう可能性を発信し続けていけたらいいなって思っているんですね。それは私もですね、インターネットっていうものに本当に助けられてきたし、私ができる一つの、なんていうんですかね、社会貢献、大げさですけど、一人でも何か、苦しい時に私の発信を見てちょっとでも元気が出たらいいなとかっていうふうに思って、とにかく情報発信をたくさんしていきたいんですね。 Facebook、Twitter、ブログとかですね、YouTube とか、あとはこれからはですね、メールマガジンとかにも力を入れていこうと思ってるので、音声、動画、文章、画像、いろんなことでですね、何かを役に立てるもの、私が役に立ったと思ったものとかをですね、伝えをしていこうと思っています。で、直接会いに来てくださる方はですね、プログラムを用意していますし、こういった感じで、始めようかなということで、ぜひぜひ私に会いに来てください。そして私の情報をよかったら見ていただいて、もしお役に立てるのでしたら嬉しいです。今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが、すいません、間違えました。
あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように。いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。